セッションイニシエーションプロトコル、セッションイニシエーションプロトコル、セッションイニシエーションプロトコル、SHIP、セッション確立プロトコルとは2つ以上のクライアント間で、セッションを確立するための IETF 標準の通信プロトコルである。SHIP は H323 に代わる汎用のセッション、制御プロトコルとして、ダイナミカソフト、当時の J ローゼンバーグらを中心に開発された、ここで言う。 セッションとは、OSI 参照モデルで規定される、第5層とは異なる。すなわち、IP 電話などのセッションの開始、変更、終了などの操作を行うことができる。s ッ i p はインターネット上の会議等、マルチメディア通信制御をドメインとしている。現在の、主な用途は電話、テレビ電話や、インスタントメッセージングのような双方向のリアルタイム、通信である。 このようなリアルタイム通信においては、基本的に通信者は対等であり、サーバとクライアントというような役割分担は存在しない。SIP においてはこれを、両者がサーバとクライアントの機能を合わせ持つという形で表現している。すなわち、SIP は HTTP を元にして作られたので、元的には要求から応答型のプロトコルだが、 要求者がクライアントであり、応答者がサーバであるが、両者がこれら両方の役割を演じることができる。HTTP においてはその仮想のプロトコルとして、高信頼な TCP を使用することが前提とされているが、Chip では UDP を元に設計されている。しかし、商用では信頼性のため後に拡張された TCP が使用される場合が多い。Chip は、 セキュリティやプライバシーを守るための機能拡張も備える。同じリアルタイムマルチメディアデータ通信プロトコルの H323 と比較すると以下の点が特徴である。ユーザーエージェントは SIP リクエストを処理する論理的なエンティティであり、次の2個の要素から構成される。従来のレガシーな電話システムに置き換えると SIP サーバーが交換機の代わりになるように見える。 しかし、シップのサービスの主導権を持っているのは、ユーザーエージェントであり、シップサーバはウーアからの依頼により、認証と電話番号解決を行うだけの一種の代理人である。初側のウーアがサービスを要求し、木側のウーアがサービスを提供するという関係であり、これは、インターネットのブラウザとウェブサーバーの関係と同じである。これらの機能は共に、ウーアが提供する。 初側の機能を UIC、木側の機能を US、UA サーバーという。つまり、s ッ i p の電話機は発信するときはクライアントとして振る舞い、着信するときはサーバーとして振る舞う。s ッ i p サーバーは s ッ i p リクエストを処理する s ッ i p エンティティである。UA 同士は直接 s ッ i p のメッセージを交換することができるが、通常は s ッ i p サーバーを介してメッセージ交換る。これは、 シッププロキシサーバーを介することによって、シップ URI から IP アドレスを求める操作、DNS サーバで、ホスト名を IP アドレスを求めるのと同じような操作をウーアが行う必要がなくなり、通信相手が移動するなどして IP アドレスが変化してもそれを意識せずに通信することができるからである。シップサーバの次の各機能をそれぞれ物理的に別に、 しても一つにまとめても良い。従来の交換機の付加サービスにおいて着信に自動を通して音声メッセージを流したりする機能を提供するサーバーは厳密にはシップサーバーではなくてユーザーエージェントである。すなわちシップの US ユーザーエージェントサーバーの集合体として構成されている。シップにおいて電話番号に相当するものが ShipURI であり、メールアドレスと同様に名前ドメインという形式をしている。ShipURI の例を挙げる。ShipURI は特定の人や端末を表すとは限らない。複数の人や端末を一つのグループとして、一つの ShipURI で表すこともできる。これは電話番号で言えば代表番号を用意するに相当する。 例えば、受信先にこう特定するアドレスが指定された場合、指定された相手が故障中など、通信不能であれば接続できないが、グループアドレスが指定された場合、そのグループの中に故障中のものがあっても、他の通信可能なものを選んで接続することができる。数のシーケンスは、シップサーバーを経由しない、アリスとボップとの会話の標準的なシーケンスである。アリスが、 悪メッセージを送信した後、ボップからバイメッセージを受信するまで、RTP メディアによる双方向の通信が続いている。s ッ i p サーバーを経由するシーケンスの例を数に挙げる。ここでは ATLANTA.com と BILOXY.com にある2個の s ッ i p プロキシを経由して、アリスとボップとの間でメッセージを返している。これらのプロキシが、 インバイトメッセージを受信した直後に100トライイング、応答を返していることを除けば、これらのプロ騎士はメッセージを中継しているだけである。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。